こんにちは、北川景子です。本日も北川景子並みに可愛いビジュアルでお届けしているんですけれども、今日の動画はですね、8月の毎日投稿頑張ったじゃないですか。我々その中でも1週間コラボウィークを初めてやってみたりとか、まずその毎日投稿するってことも初めての経験だったから、だいぶ大変だったよねっていう話をしたい。普段週2から7回になったってことですもんね、まあ、最初の頃週3投稿してたよね。でも私たち、ああそうですね、他の仕事しながら YouTube を週3投稿するのが結構しんどいってなって、ごめん2にさせてっていう話になって2になって、そんな中で8月毎日投稿やりましょうってもう一人のゲバル君、あ今ジョバルがいるんですけど、チームの中の一人の女子スタッフなんですけど、ジョバルという名前ですので皆さん覚えてください。ジョバル無理。最初すごい嫌だったのね、ぶっちゃけ。あ、嫌だったんですか。嫌でしょ。だって他の仕事の量を減らしてくれるとかじゃないんだよ。はい、減ってません。うまいことさ、そのバランスを取ってくれるっていうあれだったら頑張るかって思えるんだけどさ、もうさ8月毎日投稿するっていうことは7月に頑張らなきゃいけないじゃん、主に。そうですね、ストックを取りだめしなきゃいけないんですよ、はい、でもその話が出たのって5月とか6月の時点なんですよね。6頭ぐらいにはもう7月の仕事って大体決まってたりするじゃん。だからその仕事はずらせない、プラスアルファで毎日投稿ってなったら私死ぬんじゃないかなと思って、絶対無理、やりたくないって言ってたの最初。だけど YouTuber さんは絶対に通る道だと謎の説得のされ方されて、本当に私できるかなっていうその一抹の不安を抱えた状態で頑張ってみようかなと思って始めたことだったんですよね。あまりに忙しすぎて、プライベートの時間とかって夜中しか撮れないみたいな感じだったじゃん。私が忙しいってことはスタッフもすごく忙しいってことになるから、全員で本当くじけそうだったよね。そのぐらい忙しくてマジでストレスだったの。楽しいしみんなに喜んでほしいというモチベーションでなんととか1ヶ月ストックで動画を撮影できたけど、ストレスを発散することもできなくて、仕事終わるの夜結構遅くなって、もう私のストレス発散方法ってサウナとか友達に会うっていうのがストレス発散なんだけど、それもできないから、もう夜中から飲みに出かけてっていう生活をしてて、犬の散歩とかもいつも1時間行くところを30分しか行けないなとか、プライベートの時間と自分の愛犬に費やす時間っていうのをちょっと減らしてっていう生活をしてて、でも頑張ってやりきったことがなんか自分のちょっと自信につながったなって、やってよかったなって思いますね。いや、何が思い出深いですか、動画の中で。私結構男装メイク、うん、好評だったよねあの動画、はい、めっちゃ好評だったので頑張った甲斐があったなって感じ。あの日も結構朝早い時間からスタジオ入って、ヘアメイクさんちゃんとつけて、カメラマンさんも手配して、猛暑も猛暑でもうやばかった、もう汗だくだったよね、はい、なんかまたやりたいですね、変身系。うん、やりたいよね。ヘアメイクさんとカメラマンさんお願いして、うん、ガチのプロにやってもらって、ね、男装メイクっていうのがまた良かったのかな。ニューハーフだからさ、だいぶ印象が変わりますからね、男装でね。またちょっとホルモン始める前の自分とは違って、体のラインとかがやっぱり打つ前と変わってるんだなっていうのを男装をしてみて思った。そこがなんか嬉しい気づきだったのね、うん、すごい。なんか私的にも撮影も楽しかったし、ちょっとずつだけど変わっていってるんだなっていうのを逆に感じられた動画だったから、すごい楽しかったし良かったなって思う。あとなんだろう、私が一番思い入れがあるのなんだろうな、でもやっぱりコラボウィークじゃないかな。普段から仲良くしてもらってる人だったりとか、ずーっと十何年大ファンだった人とか、自分が本当に大好きだったり尊敬してたりする皆さんで今回は依頼させてもらって実現したことだったから、 YouTube 始める前はまさかこんな方々とコラボの動画を撮影できるなんて、同じ画角に2人並ぶことがあるなんて思ってなかった。なんかすごいそれが感慨深くて、とにかく全員に会えてすごく嬉しかったし、その私のチャンネルってまださ14万人ぐらい多いわけではない、他の方々に比べたら。マリリンちゃんとかなんて100、2、30万人ぐらいでしょ、うん、そうです、まあ、そんなマジレジェンドみたいな人でも私とコラボしてもらえるんだなっていうところがすごく、ね、本当に光栄だった、ね、もうみんな。だからそれがすごく自分の中で印象的だし、だからコラボウィークがすごく自分の中ではやっぱり楽しかったし、ね、大変だったし光栄だったし、こんな貴重な機会いただけて本当にありがたいなって思うし、すごい嬉しかった。でね、あのこれ誰の動画とか言わないんだけど、一個だけちょっとおもろいコメントがあって、とある方のコラボ動画の私の方の動画じゃなくて向こうの相手方の動画のコメントで見つけたコメントなんだけど、この人最近いろんな人とコラボしてるけど、なんでこの人最近めっちゃコラボしてんの、出稼ぎって書いてあったのね。出稼ぎ
死ぬほど笑って、それにコメント返したかったの。今コラボウィーク中なんだよ、毎日投稿してるんだよみたいなことを教えてあげたかったの、うんうん、コメント返信したかったのね。だけどお相手の動画についたコメントだったから、人様のコメント欄で、だから私が出しゃばってコメントするのは違うじゃんと思ってやめたんだけど、でかすぎ。私 YouTube で儲けようみたいな気持ちはなかったですね。そんな儲けられるぐらいの再生数じゃないしね、まだ。だってあのミュージックビデオとか見ました？あ、ミュージックビデオもとっても思い入れがあります。思い入れあります。もうミュージックビデオ見ましたか皆さん？マジでいろんなことしてて、キスハグのカラオケ音源をあれ一から作ってるんですよ。オフィシャルの音源とか、例えばカラオケに入ってる音源をお借りすることもできるんだけど、そうすると著作権問題で引っかかっちゃうんですね。だから何から何まで全部一から作ってるんですよ、あの音源を。音源作ります、でそれを編集します、その後ボーカルのレコーディングをします、ボーカルのエディットをします、ミックスが終わったらマスタリングとかして音源がまずできます。で音源ができたら次ミュージックビデオを撮影します。朝から千葉の富津市行って見ていただいた方分かると思うんですけど、お相手の男性の方を一人キャスティングして1日、はい、でも1日がかりで朝から晩まで撮影して、メイクさん雇って、スタイリストさん雇って、スタジオ借りて、カメラマン雇ってとか、めちゃくちゃお金かかってんだよね、はい、あの撮影が一番大変だったかもしれない。でも全てはやっぱりその上質な映像と音楽をお届けしたいという私の気持ち。やっぱり私もともとアーティスト志望だったの、もともとは歌手になりたかったのね、ずっと。音楽っていうものにすごくこだわりがあるのね。だから中途半端なものをやっぱり出したくないっていう気持ちがあったし、見てくれる人も映像を見てキュンキュンしてもらったりとか、楽しんで見てほしいっていう、その見てくれる人のこともやっぱり一番に考えて、まあいろいろ頑張っとくかと思って、一番いろんな意味で力を入れた。入れました。でも頑張った甲斐もあってすごくいいものができたと思うし、絶対に後悔しないから見てくださいって言える作品になったと思う。まだ見てない方はぜひ見てください。アイコのキスハグっていう歌です。オフショットもあります、ね、メイキングの方も撮りましたので、あのイケメンマッチョを隣にニヤニヤしている私が終始見れるかなと。嬉しそうだった。まあ、いろんな動画があっていろんな思い出があるよね、うん、ある意味ちょっと青春だったかなって思ったりするね、うん、ちょっと夏の思い出とかもやりましたしね。うん、バーベキューとかってことでしょ。そうです、スタッフ側はちょっといやマジやばかった。バーベキュー動画見ていただけましたかね。撮影してスタッフ あのジョバルがデータをね編集しようとして、データを読み込もうとした時にメモリーカードが破損してまして全部消えてたんですね。読み込めなかったんだよね。読み込めなかった。一人でめちゃくちゃ焦ってくれてたみたいで、メモリーカードの復旧ソフトを課金して、はい、全部データ復旧してくれて、中には私がベロベロになってあーって寝てる映像とかは復旧できなかったやつもあったっぽいんだけど、なんとか動画を出せたんですよね。じゅんさんが泥酔してるところだけ破損するっていう奇跡が起きててありがたい。でも私その夏の思い出の動画も夏の思い出なんだけど、もちろん今回のこの毎日投稿でスタッフ含め私自身も含めみんなで戦ったっていうことが青春だったなっていうか、そうです、ね、夏の思い出だなって思う。でもとにかく大変だったししんどかったけど楽しかったし、視聴者の人が毎日コメントくれる人とかも中にはいるじゃん。コメントをくれてすごく楽しんでくれてるっていうのが私も見てわかるじゃん。それだけでやってよかったなと思うし、辛かったことたくさんあったけど全部吹き飛ぶわけだから、やっぱりこの仕事ってやっぱさ、ファンの人いての仕事じゃん。 そうですね、それでやっと成り立つ仕事だから、ファンの人をもともと大事に思ってるけどより大事に思ったなっていう、みんながいるから私はその動画を頑張ろうと思えるし、大変だったところを乗り越えてそれが全部吹き飛ぶぐらいやってよかったなって思えるしみたいな。みんなありがとう。ただもうちょっとチャンネル登録ってできる？もうちょっとしてもらえることってできる？あとはやっぱ人生初のバンジー、死ぬかと思ってるね。でもいい経験だったかなとは思うよね。人生観変わるって言うじゃんよく。でもなんかそれが分かった。今日も生きててよかったって日々に感謝できるようになった。でももう二度としたくないですね。はい、まあ、料理動画とかも楽しかった。二度としません縛りで言ったらワンクールに一回はやろうか。やらないやらない本当に嫌なの。でもなんかさ、すげえエンゲージメントいいんだよな、あの動画。エンゲージメントの注釈ここにお願いします。料理動画は傑作ですよ毎回。でもなんでか分かんないけどいつも味はうまいんだよね。美味しい。だからなんかコメント欄でも意外と料理のセンスあると思いますっていうコメントあるのね、うん、逆に株上がっちゃったりとかしちゃったりして株上がる。でももうこれ企画回数重ねたらもしかしたらすっごい上達するかもしれない。あ、それはないです。それ以外の時一切しないんで第1回も第2回もめちゃくちゃ面白いので、もうそれも見てない方がもしいらっしゃったら見てくださいね。ぜひ、はい、次作ってほしい料理コメントしてください。あ、もう本当にやめてください。本当にやめてください。最近さ、もうさ付き合いが長くなってきてさ、ズケズケ言ってくるようになってるね。ゲバルもジョバルも。そうですね。
前だったらさ、あやらないっつったら分かりましただったじゃん、はい、楽しみにしてくださってる方がもしいらっしゃったら本当にそれは申し訳ない気持ちなんですけど、あの私は固くなに、やらないという意思を曲げません。テロップで安心してやりますって書いてください。でも最悪。はい、まあそんな感じで8月毎日投稿頑張ってみましたが、皆さんの楽しみになってたらいいなと思います。はい、コメントでさ、毎日投稿だけが癒しですとかって言ってくれる人がいたり、 DM で送ってくれる人がいたり、でもよく見かけました。私さ、ああいうコメント見るとマジでさ泣いちゃいそうになるんだよね。ほんと頑張ってよかったっていうのと、そんな風に思ってくれてる人がこの世にいるんだなみたいな。なかなかそのファンの人が自分をどう思ってるかっていうのを感じづらい仕事ではあるじゃん。そうですね、やってよかったなと思いました。8月の毎日投稿の中であなたのお気に入りの動画は何ですか？よかったらコメント欄で教えていただければなと思います。8月毎日投稿ありがとうございました。9月からは通常のペースに戻りまして、基本的には週2で、はい、動画投稿をこのまま続けていきたいなと思いますので、これからもチャンネル登録解除せずによろしくお願いします。見ていただければなと思います。この動画も見ていただいてありがとうございました。8月の毎日投稿お疲れ様、楽しかったよと思ってくださった方は高評価、コメント、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あと私の各 SNS の方、概要欄に貼ってありますので、そこから飛んでぜひチェック、フォローよろしくお願いいたします。はい、ということで、8月皆さんありがとうございました。以上、北川景子でした。さよなら。また9月から。